おはようございます。新聞を読んで涙を流すことはめったにあるものではありませんが、久しぶりに涙がにじんだのでした。それは毎日新聞の1月13日の夕刊一面に、最後のカラス部隊がカゴを下ろす行商列車に揺られて70年という記事があり、この記事を読んで涙がにじんだのでした。もうこのカゴを背負うこともないかねという言葉が添えられている石山文子さんの笑顔の写真が何とも言えないのです。写真に写る石山さんは93歳、ボロボロになりながらも丁寧に修繕されている大きな竹製のカゴがそばにあります。記事には、駅ホームに設置された行商台から体重の2倍近くあるカゴを背負い、前かがみになり行商列車に乗り込む、東京銀座の最後のカラス部隊が約70年間毎朝繰り出した日常だと書かれています。この石山さんが毎日行商をしながらも、新型コロナウイルスの感染拡大で休止して間もなく3年、足腰も弱くなってしまってついにカゴを下ろしたというのです。さて、この行商の歴史が記事に書かれていました。もともとは1923年の関東大震災後、茨城や千葉の農民が野菜を担いで国鉄、現 JR、常磐線、成田線で東京に通い、行商が始まったそうなのです。さらに戦後、東京の食糧難を補い、農家の現金収入を獲得のために本格化したということです。この記事の石山さんは1950年頃から長男を連れて東京銀座に行商に通い始めたのだそうです。生活のため、子供を育てるために、俺にはカゴ背負いしかできなかったからという言葉が胸に響きます。午前4時半に起き、米ごと75キロを背負う、もんぺに下駄履き姿で約20分自転車に乗り、県境を越えて成田線富佐駅に向かう、午前5時51分発上り2番列車に乗り、上野駅から都電で銀座へ、料亭や企業の社員寮が得意先、持って行けばいくらでも売れたと記事に書かれていました。戦後の苦労された頃の話であります。さらに記事には、戦後10年ほどで米不足は緩和され、商品は野菜や魚へと変わったそうです。その行商の方々の黒っぽい服装で一列になって駅ホームを歩く姿から、行商人はカラス部隊と呼ばれたのでした。ピーク時には茨城千葉だけでも1万人を超えたとされている。国鉄は行商専用の行商列車を走らせたとも書かれています。私が感慨深かったというのは、そのカラス部隊の光景を学生時代によく目にしていたからでした。学生の頃の懐かしい常磐線の車内の様子がありありと思い浮かんできたのでした。昭和の終わり頃でした。私は大学時代に出家して寺に入ったのですが、大学の1年と2年生の頃は授業が多いので大学の寮に住まいながらお寺に通っていました。後半の3年と4年の頃になると、お寺に住まいながら大学に通っていたのでした。大学から寺に通っていた頃に、よく朝の座禅と読参に間に合うようにと、常磐線の浅い朝早い電車に乗っていたのでした。そうしますと、この行商の方々と一緒になるのでした。電車の車内では、この方々がぼつぼつ交換して楽しそうにしておられるのでした。そして日暮里の駅で降りると、自分の背丈よりも高く重い重い荷物を背負って、駅のホームから階段を一歩一歩登って行かれるのでした。
そんな様子を見ると、まさに人生は重荷を背負って長き道を行くがごとしと思ったのでした。精一杯生きている姿でありました。今の IT 社会とは対極にある労働の姿でありました。これはこれで実に尊い光景でありました。その姿がもう見られなくなるのかという思いと、まだこの令和の時代になっても続いていたのだという思いと複雑に交錯したのでした。記事には、しかし食品の流通が発達し、大型商業施設ができて便利になり、業商の需要は激減。常磐線は2017年に行商人優先の行商用車両を完全撤廃したとのことです。以前は1000人ぐらい仲間がいたというのも、でも数年前から3人だけになったと石山さんが語っています。その石山さんも2020年2月28日を最後に行商に行っていないのです。翌日も行くつもりだったが、コロナ禍で家族に止められたとのことで、仲間の2人も同様に行かなくなったのでした。90歳まで70年間いろいろな人に助けられ、感謝しかない。お客さんたちの顔を見るのが楽しみで俺の生きがいだった。籠は今空っぽだけれど、思い出がいっぱい詰まっているよという言葉に涙がにじんだのでした。学生時代に行商の方の姿を見ると、徳川家康の遺訓を思っていました。人の一生は重荷を負うて遠き道を行くがごとし、急ぐべからず。不自由を常と思えば不足なし、心に望み起こらば困窮したる時を思い出すべし。官人は無事長久のもと、怒りは敵と思え、勝つことを知りてまくることを知らざれば、害その身に至る。己を責めて人を責めるな、及ばざるは過ぎたるに勝れり。というものです。また論語には任重くして道通しという言葉もあります。これは、死はもって好機ならざるべからず、任重くして道通し、人もって己が任となす、また重からずや、死して後やむ、また遠からずや、というものです。意味を岩波書店の論語にある金谷治先生の訳を引用させていただきますと、詩人はおおらかで強くなければならない。任務は重くて道は遠い。人を己の任務とする。なんと重いじゃないか。死ぬまでやめない。なんと遠いじゃないか。ということです。重い重い荷物を背負って行商なさる姿を見ていると、まだ学生だった私も、自分は自分の荷物を背負って生きねばならないと思ったのでした。私が持っていたのは軽い書物でしかありませんでしたが、電車の中では金剛経や四梵文経、禅林古集などを読んでは暗唱するように努力していたものです。おかげでほとんどの経典や前後は、そんな常磐線の車内で覚えたものでした。行商の方々の姿を見て、その頃を懐かしく思い出したのにも、また涙がにじんだのでした。そして、まだまだ、重荷を背負って歩まねばならないと思いました。それでは、姿勢と呼吸とを整えてまいります。両方の足で床をしっかりと踏みしめて、この大地に支えられていることを感じて、足に力を入れて、よし立ち上がるぞという気持ちで、お尻を5センチないし10センチほどスーッと下ろして、ストンと下ろします。息を吸いながら肩をぎゅっと持ち上げ持ち上げ持ち上げっていって、吐くと同時にストンと下ろして、もう一度息を吸いながら肩をぎゅーっと持ち上げ持ち上げ持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろします。
最初一息、息を強く吐き出します。この時にはお腹の底に溜まっている空気も全部吐き出してしまうつもりで、胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまうつもりで、口を開いて一息強く、はぁ、と吐き出して口を閉じますと、鼻から新鮮な空気がいっぱい入ってまいります。おへその下、下腹いっぱいに新しい空気が満ちて、さらに体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、ありがたいな、嬉しいなと、この思わず微笑みがこぼれてまいります。そんな気持ちでその後は口を閉じて、ただ鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。